羽賀道也君、はい、国民民主党新緑風会の羽賀道也です。会派を代表して質問をさせていただきます。は、え、じ、ー、めに木の灰、木灰は、そばのつなぎである、麺のつなぎであるとか、さまざまな山菜のあく抜きにも使われますし、まあ、郷土類の一部には、その灰を使うような食品もあります。2012年には東日本17都県で採れた あ木灰の食品の使用について自粛するように農林水産省から各都道府県や各食品団体に通知が出ていますまあ、東日本17都県でえま取れたといいますか木材休みこれから生じた木灰木の灰については食品の使用は11年経った今でも自粛されているのか変わっていないのかいかがでしょうか 農林水産省林野庁長官、隆君お答え申し上げます、えー、平成24年のことでございますが、放射性物質を含みます巻き、えー、を燃焼させた際に生じた灰を用いて、食品の加工が行われ、当該食品から放射性セシウムが検出される事例が発生しております。 これを受けまして、議員ご指摘のとおり、17都県で採取された樹木等から生産された薪、木炭などの燃焼によって生じた灰を食品の加工および調理に用いることにつきましては、 安全な食品の供給を確保するとの観点から、平成24年2月10日付で、都道府県および食品関係団体に対しまして、農林水産省の関係6課長の連名で、使用自粛の通知を発出しているところでありまして、現在も自粛要請を続けているところでございます浜君。はいえーまあ、私もですね、何人かの東日本に住む方から、いや、もう今はいいんだよねと。 という質問を受けたりする、2年目、3年目はこの通知など、例えば山菜のあく抜きにはあ重曹ま、または西日本の木材から生じた灰を使うようにというような広報が行われてたんですが、今、あまり広報も行われていないようで、これがもうちょっとあの忘れ去られているのではないかという危惧があります。それではあの知らずに食品に使ってしまった場合、その食品は、 今でででも回収等が必要なののししょうか安藤君お答え申し上げまますす先ほどの通知でございますあくまで、機械を使って加工や調理をされた食品が、食品衛生法に基づきます、一般食品の放射性物質の基準値である100ベクレルパーキログラムを超えることがないよう、自粛を呼びかけているものでございます。 17都県で採取された薪などに由来すると知らずに、機、え、械、ー、を使って加工や調理が行われた場合に、えーそえーそれ、それによってできた食品を回収しなければならないかどうかにつきましては、その食品が食品衛生法に基づく基準値を超過しているかどうかによりまして、えー、回収などの必要な措置の判断がなされることになります。 回収までは求めていない、あるいは、えーまあ、追加で放射能検査をし、えー、食品衛生法の、まあ、許容範囲であればいいということでしょうか、いかがでしょう。尾君え。お答え申し上げます。あの 繰り返しになりますけれども、この食品を回収するかべきかどうかということにつきましては、その食品が、その食品に食品衛生法に基づく基準値を超過する放射性物質が含まれているかどうかによって判断をされるということでございます羽賀君。はい、まああの 実際にだと調べて範囲内であれば基準内であればま食、あ、品として流通も認めるということなんでしょうけれども、えー、少なくともですね11年経ってやはり今でも自粛が要請されているこのことがちょっと風化しているということを感じておりますこのところ PR もあまり行われていないのではないでしょうかえー、大臣に伺いますアク抜きや麺類の製造そんなものに使うそれから一部の食品に使う この木廃ですね、木廃、木の廃ですが、東日本17都県の木廃の使用の自粛について、政府の PR があまりにも少ないのではなく、改めてこう注意喚起、行うべきではないでしょうか、金子農林水産大臣。お答えいたします。 当該通知につきましては、引き続き、議員案庁ホームページに掲載をいたしておりまして、周知しておりますが、議員ご指摘のとおり、通知の発出から10年以上経過しておりますので、関係省庁や都道府県と連携を取りまして、安全な職員の供給を確保する観点から、改めて適切な周知を図ることといたしたいと思いま羽賀君。 ぜひこうしたことがね、なんか忘れ去られてしまって、えー、また危険な食品が出回っていたなんてことのないように、しっかりと対応をお願いいたします。え次に、福島県などの復興を実現するには時間とお金がかかります。廃、ま、炉、あ、などを考えても、数十年では難しいのではないかということも見えてきた。放射性物質の半減期を考えても、例えばセシウム137で約30年。 プルトニウム2、3、9に至っては、約2万4000年かかる、途方もなく長い時間がかかることを想定した際に、その復興のための原資となる資金をどうするかという課題が生じます。配布資料をぜひご覧いただきたいんです。元外務省官僚の方のご提案なんですが、福島県にオフショア市場を開く特区を設けて、そこで企業活動、金融活動などから得られた税収入を、 復興に当ててはどうかという具体的で興味深い提案があります。持続可能な復興のために。こうした案はまあ検討に値する一向に値すると考えますが。担当大臣のご見解いかがでしょうか。鈴木国務大臣。あの私も岩手県のあの被災した沿岸部出身でございますので。 あの博先生ご指摘のとおり、福島の復興に向けて、引き続き政府一体となって取り組んでいく必要がある、そのことを常々認識しているところでございます。あのその上で、先生の配布資料に記載のあります、キャプティブ保険会社は、これは特定の企業グループに属し、その企業のリスクのみを専門に引き受ける会社であり、日本におきましては、これまで設立された実績がないものと。 そのように承知をいたしておりますあの現状では、キャプティブ保険会社の設立,設立地としていたしましては、バミューダやケイマン諸島等のいわゆるタックスヘイブンの国、地域が選択されるケースが多いと承知をいたしております。これは、法人設立の手続きや税制面が優遇されていることのみならず、これらの地域にすでに、 保険会社や再保険会社が数多く集積していること、これが主要な要因であると認識をいたしております。このような現状を踏まえますと、仮に特区として手続きや税制面の優遇,さが優遇がなされたとしても、これらの地域と比較をして、日本にキャプティブ保険会社を設立する優位性に、これは乏しくて、委員からご指摘のご提案につきましては、 ニーズの有無も含めて、慎重な検討が必要ではないかと、そのように考えております浜田<君>大臣からあの震災、被災地域から出身の大臣として、えーま、力強い発言もありましたが、ぜひあのこのキャプティブ保険という、ま、ちょっと耳慣れない言葉ですけれどもあの、被災地を金融というてこで輝かせる。 もしこれ被災地が元気になるための方針策としていいのであればあのあらゆることを検討していただくということも必要でしょうしぜひこのこれも検討の一つに加えて、えー、またその答えなどもお答えいただけたらと思いますどうぞよろしくお願いいたします、えー、次に、えー、西目復興大臣は沖縄県選出でいらっしゃいますがかつて本土と沖縄を結ぶ航空便に対する運賃の補助が 沖縄振興策とししてて実施されていたた時期がありました福島の復興なくして日本の再生なしと政府は言い続けてきましたが、そう考えるのであれば、これまでなされてきた沖縄の振興策と同じように、航空機燃料税の減免を通じて、福島空港発着の航空券の割引を進めるなど、福島への観光支援を各種行うべきではないでしょうか、いかがでしょうか。西復興大臣 福島県における観光復興は交流人口の拡大による経済活動や投資を喚起する効果だけでなく原子力災害による風評払拭を図る観点からも重要であると認識をしております福島空港はコロナウイルス感染症等によって利用が低迷しておりまして 国内便の回復や国際チャーター便の再開が課題と承知をしております。福島県は首都圏に近接しており、空港に加え、高速道路や新幹線等の広域交通ネットワークを最大限に活用して観光復興を図ることが効果的であると考えております。これらの交通ネットワークを活用して、国内外から広く福島に来てもらうよう、 政府として福島の魅力発信や空港を活用した旅行商品の造成の支援などを行ってきたほか令和4年度からは海の魅力を発信するブルーツーリズムの推進を支援することとしております復興庁としましては福島県や関係省庁等と連携しつつ引き続き福島の観光復興に取り組んでまいりたいと考えております え、私自身も内堀知事さんから沖縄と福島の航空便を再開したいというお話は伺っております。え、その点につきつきましても努力はしていきたいと思っております。芳賀君、ぜひあの大臣のお話にもありました。けれども、福島は地理的に東京から近すぎるということがありまして、新幹線が普通にでもならないと、なかなか福島空港の利用がね。首都圏からはないというような側面もありますし。 福島を元気にするためにもぜひ、こうした形の支援というのも考えうるのではないか、ご検討もお願いします。うん、そして、えー、同じこのことにですね、えー、鈴木財務大臣にもお伺いしたいと思うんですが、沖縄と本土を結ぶ航空便については、福祉飛行機のジェット燃料にかかる航空機燃料税の減免が他の地域以上になされております。航空機燃料税税の本則税率は 1>, 1キロリットル当たり2万6千円ですが、今は租税特別措置により、国内の離島路線を除く航空路線について、税率が1万3千円になり、沖縄については、さらにその半分の6500円になっております。福島空港発着の飛行機についても、この沖縄と同じように、航空機燃料税を他の地域の半分にすべきではないかと考えます。復興庁と連携しながら、 ぜひ実施していただきたいと思うんですが、先ほどもありました、同じ東北人として、えー、鈴木財務大臣、ぜひ、えー、お考えをお聞かせください鈴木財務大臣。芳賀先生ご指摘のようにえの、沖縄路線の航空機燃料税につきましては、軽減措置が取られているところでございます。あのこれは、えー、沖縄が戦後四半世紀にわたりまして 我が国の施政権の外にあったこと等の特殊な事情に鑑みまして、政府として沖縄振興特別措置法などによりまして、各分野にわたる振興策を講じ,て講じることとしていること等も踏まえて、講じている措置でございます。従いまして、こうした措置を沖縄以外の地域に適用することについては、慎重な検討が必要と考えます。 その上で、財務省といたしましても、沖縄の観光振興の重要性、これは十分に認識をしているものでございまして、先ほど西銘復興大臣からもご紹介がございましたが、令和4年度予算においても、福島県における観光関連復興支援事業として、所要額を計上したところでありまして、今後ともこうした観光面の振興支援、しっかりと対応してまいりたいと思っております。 はがくん、西村大臣からも福島沖縄便というご発言がありましたけれども、ぜひ福島空港を元気にするためにも、ぜひ鈴木大臣ご協力をよろしくお願いします。鈴木です。はい、鈴木大臣。もう大変申し訳あません。先ほどあの財務省として福島の観光振興の重要性というべきところを沖縄のと言ってしまいました。大変失礼いたしました。訂正いたします, <laughs> すま。すみません、私が書きだたんで 君はいえー、どちらも大事ですので、結構でございます、はいえー。次にですね、県外に避難している方が避難者としてカウントされていない問題なんですが、カウントされていないということは、あの政府から見捨てられ、必要な援助が受けられないということを意味しております。えー、避難者のカウントされていないことで、まあ、自分が否定されているのではないかと感じる避難者も多い。政府は復興が進んでいると これ、見せかけるために避難者を少なくさせているのではないかとも思うぐらいなんですが、えー、この辺はいかがでございましょうか西目福島県からの避難者を含め、東日本大震災による避難者数につきましては、避難者から避難先市区町村への届出により、全国の市区町村が 把握した人数の復興庁への報告に基づいて集計し、公表しているところであります。しかし、避難者が避難元へ帰還した場合や、避難先への定住を決めた場合等に適切な届け出がなければ、把握が困難であるという課題があります。こうした課題に対応するため、 福島県からの県外避難者に対して、適切な届出を呼びかける文書を送付し、呼びかけ文書が2つ届かなかった場合の所在確認を行い、この結果を避難者数の公表人数に反映してきたところであります。引き続き、復興庁のホームページや、ツイッター等による適切な届出の呼びかけを行うなど、 避難者数の適切な把握に努めてまいりたいと考えております羽賀君。まあ大臣のお答えですと、できる限り把握するためにしっかりやってるんだということでしたが、あの福島県庁が数える避難者数と、福島県内市町村それぞれ報告している避難者数で、まあ、実際に大きなズレがあるんですね。例えば2020年のの月月から8月時点での避難者数は 福島県の報告では7590人ですが、その時点で市町村による避難者数を足すと、約4万2000人となり、県の報告よりも3万5000人も多かった、この図では一体どうなっているんでしょうか。西目復興大臣 全国の避難者数につきましては、令和4年4月28日公表しておりますが、4月8日現在で4月28日公表でありますが、全国3万5110人、そのうち福島県内の避難者6623人、これは福島県からの報告に基づき、計上した数字であります。 6623人うち福島県からの県外避難者は23667人となっております県からの報告に基づいた数字であります賀君どうもこの報告数字がねズレがあるのが非常に気になるということなんですがまあ復興庁の資料によると復興の総仕上げと書かれていますが 本当にそうなのか、えー、復興の総仕上げということで、復興事業を近々打ち切りにしようとしているということなのか、また同じく復興庁の資料では、被災者の心のケアに取り組むことが必要といいますが、県外に避難されている方の住宅支援が打ち切られて、多くの避難者がメンタルに重荷を感じています。2016年の新潟県の調査によりますと、新潟県に避難している512人のうち、 24.8%が重症、精神障害相当という結果でした。この24.8%という数字は、通常時の平均3%の8倍という非常に高い値です。新潟県による2017年の調査では、せめて子どもが成人するため、成人するまで、家賃補助が欲しい、親が生計を支えるためにまた引っ越すことで、 子どもを不安にさせたくない。母子避難しています。職を探すのが大変です。もっと家賃補助を増やしてほしいなどの声が寄せられました。家賃補助が打ち切られたこともあり、家計のやりくりの大変さが伝わってきます。被災者の心のケアを進めるには、経済的な不安を取り除くことが第一です。国連の国内避難に関する指導原則でも、すべての当局は、 避難者にに対ししてて人権に基づく保障をなななければならいないと定めています心のケアを進める前提として、5年前、2017年3月末に打ち切られてしまった、県外に避難する人に対する福島県庁による住宅補助を復活させるための財政支援を国として進め、また今年4月に発表された医療補助のストップも撤回すべきだと考えますが、撤回はいかがでしょうか。 西目復興大臣、二点ご質問があったと受け止めました。まず一点目でありますけれども、これまでの被災地の方々の絶え間ない努力によりまして復興は着実に着実に進展する一方、地域によって状況はさまざまであります。まず地震津波被災地域では。 住まいの再建やインフラ整備がおおむね完了する中で、第2期復興創生期間において、被災者支援などの残された課題に全力を尽くすこととしております。一方で、原子力災害被災地域では、今後も中長期的な対応が必要であり、避難指示解除に向けた取り組み、基幹環境の整備、 原発事故による避難者への対応など、本格的な復興再生に向けて、引き続き取り組んでまいる所存であります。2点目の心のケアに関する点でありますが、発災から11年以上が経過する中で、被災者お一人お一人が直面している課題は、様々に異なっているものと認識をしております。住宅につきましては発災直後から 避難者への応急仮設住宅の供与を行い、双葉町および大熊町を除いて、支持避難者に対する供与も令和,2令和2年度までに終了したものと承知しております、また自主避難者への供与は、平成28年度末の供与終了後、2年間、福島県による経過措置が取られていたものと承知をしております。 なお福島県と事実上、利用者の間で係争中であることから、その点はコメントを差し控えさせていただきますが、一方でお話のありました医療・介護保険等の保険料窓口負担の減免措置につきましては、十分な経過措置を取るとともに、複数年かけて段階的に見直すこととしており、措置が終了した後も、所得の低い方に対しては、 通常の保険料等の負担軽減措置が講じられるものと承知をしております。全国に居住する避難者の方々に対しましては、現在、全国26か所に設置をされた生活再建支援拠点において、生活再建に必要な情報提供や、住宅や健康などに関する相談対応などを行っております。私も26箇所 東ブロックと西ブロックに分けて、オンライン等の会議で情報収集もしておりますが、引き続きさまざまな課題を抱える避難者の方々に寄り添って、その状況を丁寧にお伺いしながら、関係省庁や自治体と連携して、えー、きめ細かい支援を行ってまいりたいと考えており羽賀君。ぜひ、はい、復興に全力を尽くすという力強い言葉はありましたけれども。 県外に避難されている方の住宅補助、そして今年4月に発表された医療補助のストップも撤回すべきだということをお願いいたします。最後に、震災前から東京大学地震研究所が東北沖に水圧計を設置していた、この震災時、水圧計は、まあ、ものすごく高い津波が来るということを捕まえていたんだけれども、運用のマニュアルで、 水圧計の信頼性が低いというマニュアルだったものですから、当初のです、ね、津波の警報に生かされなかったと聞いております、その後、この改善等は進んだのでしょうか国土交通省気象庁地震火山部長、野村良一君お答え申し上げます。 津波予測につきましては、地震の震源および規模の推定に基づいて、まず警報を発表いたします。でその後、沿岸および沖合の津波観測データを用いて、警報の更新を行うということでございます。東北地方太平洋沖地震の際には、沖合に設置してある GPS 波浪計、これを用いまして、警報の更新を行いました。しかしながら、委員ご指摘の水圧計、これは GPS 波浪計よりもさらに沖合にございますが、 その水圧計のデータにつきましては、そのデータから沿岸に到達する津波の高さを量的に評価して、警報に反映させるための手法が確立しておりませんでしたので、津波警報の更新に活用することができませんでした。まずこれが事実関係でございます。で、この地震の後気象庁では沖合の観測データの活用について改善を行いまして、平成24年3月、これは地震の翌年でございますけれども、自らが設置した水圧計、 それから国立研究開発法人、防災科学技術研究所、それから大学等が設置した水圧計のデータも、量的に評価して、津波警報に活用するようにいたしました。さらに、その後、整備が進んだ数多くの水圧計の観測データ利用を順次開始いたしまして、平成31年3月には、沿岸へ到達する津波の高さをさらに精度よく予測する新たな手法を導入するなど、津波警報の改善に努めてきたところでございます。 気象庁といたしましては、南海トラフ地震をはじめとする巨大地震において、巨大な津波の発生が想定されていることも踏まえまして、今後も津波予測の改善に努めてまいります浜君。過去の反省からぜひ、これからの津波には即時に、この実際の津波に近い警報が出せるように、引き続きお願いをいたしますす時間ですのでの終わります。 小野田君君